ヘア部門紹介していこうと思うんですけど、垢抜けってもう顔面さえ可愛くなればいいって問題じゃなくって、本当にトータルのバランスを見ての美しさだと思うので、ヘアって本当に大事だと思います。ということで、マジで私が本当にもう厳選して、もうこれだけは外せんっていうのを選ぶとしたら、ヘアキャップ舐めてた。ごめん、めちゃくちゃ汚いんですけど、これシルクのヘアキャップでございまして、髪がね短い時ヘアキャップ何度か使ってたんですけど、やっぱ短いとさ、あんまり効果わかんなかったんで、髪伸ばしてからもね使ってはなかったんですけど、この 60cm のロング用っていうのを購入して、髪の毛をね乾かしてからもうずっと夜つけてます。こんな感じで髪の毛を全部入れるやん。これで寝るんですよ。本当に舐めてました。私すごい直毛なんですけど、癖もつきやすいタイプで、うまくね寝ればストレートなんですけど、こうやってさ寝返り打ったりするうちに髪の毛が長いから、いろんな体勢で巻き込んで朝取りの巣になるんですよ。ほんと絡まったら取れないから、これ解いてるとちぎれちゃうんですね。だから年々毛がね、ほんとなくなってきてるのが心配なんですけど、これをし始めてから髪が絡まらん、髪が絡まらんし、もう寝起きのね髪のツヤが全然違う。枕をねシルクに変えてて、もうそれだけで十分かなと思ってたんですけど、枕って、まあ、シルクはもちろんいいと思うんですけど、やっぱロングになってくると全然違う場所とかに髪の毛がいっちゃって、結局擦れてね取りの巣になったりするので、もうこうしたらさ、もうどんだけ寝返り打っても髪の位置変わらないんですよ。シルクキャップっていうのは、寝ている間の頭皮を保湿してくれる効果と、寝る前にしたケアをしっかりと閉じ込めてくれる守りの効果もあるので、もう本当に裸で髪の毛で寝るよりも絶対にキャップした方が髪の毛は綺麗になりますし、何より次の日のヘアセットのね時短にもなるので、なんだかんだ夜めんどくさいっちゃめんどくさいけど、朝時短になるならズボラさんにもおすすめじゃないですか。最近はこの毛たちをね守り抜くためにシルクケア頑張ってます。次はこちらですね、フィーノのプレミアタッチ濃厚美容液ヘアマスクでございます。これは週に3使うヘアトリートメントなんですけど、もう多分みんな使ったことあるんじゃないかなって思うんですが、使ったことない方はこれをね週に2、3するだけでも髪のトゥルリア具合が全然違うので、こんな感じの結構濃厚こってりしたクリームなんですけど、これをね髪の毛にたっぷりつけてコーティングして、時間をしっかり置いて流すと、その日翌日が髪ほんとトゥヤトゥヤになるので、デートの日とかすっごい大事な日の前夜に使うと本当に可愛くなるので、これはね結構時短で、もうその日即日即達、即達は違うね、即席で髪の毛が化けるので、ぜひ使ってほしい。これカラーをね保つ成分っていうのも入ってたりするので、結構ブリーチ毛さんだったり、あと髪がパサつきやすい方、保湿力もかなりあるので、騙されたと思って、安いからさ容器とかも売ってるし、ドラッグストアでも売ってるので、2年ぐらいかな、これは永遠にリピートし続けてるアイテムなので、あと洗い流さないトリートメントもフィーノ使ってます。おすすめ。さあ続いてがこちら、トリエスプレーの0番でございます。私が通ってる美容室でストレートの仕上げには絶対これって言って美容師さんにご利用されて使い始めたんですけど、スプレーってキープするだったり濡れ感出すとか、まあ、効果いろいろあると思うんですけど、これキープ力なんとゼロなんですよ。ないの。ここにも書いてあるけど、キープ力段階もうゼロ。何が目的って思うじゃないですか。これ髪の毛ストレートの時に使うんですけど、ここの表面にこうやってスプレー振るやん、こうやって髪の毛を解くとですね、ツヤが生まれるんですよ。そう、これキープ力ゼロなんですけど、髪にツヤが生まれるスプレーなので、普段ストレートヘアよくするなって方だったり、髪の毛がパサつき感じる方、そういった方はぜひぜひ使ってみてください。ストレートヘアする時って、まあ、軽く毛先オイル塗ったりすると思うんですけど、ストレートでもスプレーあるだけで結構変わる。香りもね結構いいし、いつもね学校行く時にこのトリエの0番をつけると絶対にサラサラだねって褒められるよ。本当に髪の毛って顔のパーツよりも大事ってくらい、結構その人の印象にもなったりするので、私はもう2年ぐらいねサラサラロングにするって誓って頑張っているので、ストレートの時はこのトリエ0番絶対使います。続いてのヘア垢抜けアイテムがこちら、ダイアンパーフェクトビューティーのドライシャンプーでございます。来ましたねこの時期が。なんかさ TikTok とか見てるとさ、なんか中国の方がご飯屋さんとかでちょっと濡れかけた髪とかにブワーってこのスプレーかけてサラサラになるみたいな動画見たことありません？ほんと嘘やろみたいな動画なんですよ。もう最初結構油っぽいちょっとギッとりしたタイプの頭皮をね見せてから、でもこれ振ってこうやってファサファサするだけでもう水分どこってぐらいもうサラサラになる
るんですね。もう嘘でしょって思ってたところにこのダイアン、去年から使い始めたんですけど本当にサラサラになる。ちょっと今ねそんな水分油分ないのでやってもマジで違いがね分かんないと思うんですけど、こんな感じで振るやん、全然わからんと思う。するとね油っぽさがなくなるんですよ。でドライシャンプーっていうだけあってちゃんとね香りもしっかりしますし清潔度も上がるので、夏ってやっぱ汗かいて髪の毛がさちょっと油っぽくなったりするじゃないですか。そういう時とか出先でも使えるようなアイテムなので、あとねこれと半分小さいバージョンもあるんですよ。それとかだと持ち運びしやすいので、まあ、部活終わりとか仕事終わりとかちょっと放課後お出かけする時とか一旦髪の毛の油分をリセットしたい時、絶対にそういう時って夏はあると思うので、結構これするとね一日中ずっと髪の毛が可愛いままなので、ツヤ髪サラサラ髪をキープするためにもこれは垢抜けアイテムとして今回絶対入れないとなって思って選びました。香りもねたくさんあるし、たまに限定のねキャラクターコラボとかもあるのでぜひぜひチェックしてみてください。これはないと生きていけないです。続いてがじゃじゃん、こうやってつけるんですけど、あナイトルーティーンでも登場しましたね。私はこれ毎日使ってるアイテムでございまして、垢抜けというか垢抜けのサポートをしてくれるアイテムでございます。じゃん、こちら猫ちゃんのドライタオルでございます。そうです、これですね、お風呂上がりこのタオルを頭に巻くだけで髪の毛を乾かす時間が減らせるという神アイテム。なんで垢抜けにつながるかっていうと、髪の毛をしっかり乾かしてあげること、結構それだけでも髪の美しさっていうのは保てるので、私結構ズボラだからさ髪の毛を最後まで乾かさなくって翌日後悔することって結構あるんです。なんですけどこれをねつけてる最中にスキンケアを進ませて、でスキンケア終わった後とかはもうこれしてるから髪の毛はちょっと乾きやすくなってるんですよ。本当に水分の吸収がすごい早いので、これをつけてスキンケアしてるだけでもかなり乾いてます。で他にもねこれウサギちゃんとかもあるので、やっぱ垢抜けたい可愛くなりたいって気持ちだけで続けるのって結構大変だと思うんですよ。いかにストレスフリーで時短で継続できるかっていうところが鍵なので、こういう日常のちょっとでも時短になるようなアイテムっていうのをいっぱい増やしていって、努力する労力がねあまりかからないように垢抜けのためのねサポートをしてくれる大事なアイテムでございます。しかもなんか可愛いからさ、他にもね楽天とか見たらいっぱいキャラクターあるので、ぜひドライタオル調べてみてください。キャラクターものあるのでこれをしていつも乾かすんですけど、で私もドライヤーいっぱい持ってて4個ぐらい持ってるんですけど、私の使ってる垢抜けドライヤーはこちらです。じゃじゃん、ホリスティックケアのマグネットプロドライヤーでございます。これも私が通ってる美容室で使っているドライヤーだったので使い始めたんですけど、これプロ専用っていうぐらい専門的な方もね使ってるようなアイテムで、あんまり知られてないんですけど結構女優さんとかも使ってるのテレビで見かけたりもしましたし、でこれをもう全員にお勧めしたいっていうわけではなくって、やっぱり髪質それぞれ違うので自分の髪太さだったり質感によって似合うぴったりなドライヤーっていうのをぜひ探してほしくって、で私にね向いてるドライヤーはこれなんですよ。このドライヤーが特に向いてる髪質さんは猫っけさん。私こんな感じで髪の毛一本一本が本当に細いんですよ。本当に巣かなって思うぐらい絡まりやすくって、まあツヤになりやすいっていうメリットはあるんですけど、髪のねボリューム感がないっていうのもデメリットの一つでして、でこのドライヤーが髪の毛にボリュームを与えてくれるっていう効果もあるので、髪の毛が柔らかくって張り腰が足りないなって方とかはぜひぜひ使ってほしいです。あとこれ髪の毛乾くのがすごい早いので、で早いのにキューティクルをすごい守ってくれるテラヘルツ波っていう振動で素早くね髪の毛を乾かしてくれるので、髪にもいいし速乾だし折りたためないっていうのがねデメリットではあるんですが、これもね多分2年間ぐらい使ってます。でロングになってよりね良さが分かったというか、ちょっとこれはねぜひぜひ使ってほしいなと思いまして、今回プレキャンにこちらも入れてますので、ぜひ気になった方は応募してみてください。続いて髪の毛部門こちらで最後です。ショートでも登場したんですがキヌージョのヘアアイロンでございます。と一旦電源をしますね。どれくらいで温まるのか喋りながら見ていこうと思うんですけど、もう100度なるわ。もう喋る間もなくもういきますね。何度に設定したの？160度に設定してるんですけど、もうなりましたね。160度
ビビー、はい、ありました。絹女って本当にあの立ち上がり、もう温度が160度に達するまでがバリ早い。これ美容師さんとかあのプロのあのヘアスタイリストさんとか使っているあのアイアンマーみたいな柄のアイロンあるんですよ。そのプロも使ってるアイアンマーみたいなアイロンのその一般バージョン、同じねシルクプレートを使っていて髪の毛の水分を蒸発させないっていうアイテムなので、やっぱさあのアイロン通すと乾燥してパサつきやすいんですけど、これはね全然通しても通しても通しまくっても水分が蒸発しないプレートなので滑りもすごいいいですし、本当に一瞬でサラサラ髪が作れるので、今まで使ってきたストレートアイロンの中でもこれがダントツで、ストレートにするときは絶対にこれ使ってます。ウェーブもねしやすいですし、種類もねいろいろあるので自分の髪の短さとかに合わせてサイズも選んでみるといいんじゃないかなと思います。でこのキヌージュも私激推しで、ぜひ視聴者さんに使ってほしいなと思いましたので、今回プレキャンに入れさせていただきました。ぜひ気になった方は応募してみてください。続いてヘア部門が終了しまして、最後のスキンとボディ部門でございます。まず一つ目がこちら、こちらのストレートネック、回避枕に助けられました。じゃじゃん、ストレートネックをね改善する枕、これ Amazon で購入したんですけど、正直このタイプのやつ何でもいいです。似たようなやつであれば、これこんな感じでここにねボコってあるんですけど、ここに首をフィットさせて寝転がって10分間この枕にもたれかかるだけで可愛くなります。こうするだけで首の後ろがねほぐされて、ちゃんと正しい首のカーブっていうのに矯正されるんですね、10分だけで。であの普通にね全然1ヶ月しない時とかもあるんですけど、もうベッドのね真横に置いてて、もう暇さえあれば気が向けばやるようにしてるんですけど、これやるだけでかなり姿勢改善されました。もうかれこれ8年間ぐらいは猫背をね改善するために努力はしているんですけど、一昨年かなあのランウェイ歩いた動画でめっちゃ猫背ってちょっと叩かれまして、そっからもうちゃんと本当に頑張ろうと思って、この1年いっぱいお金かけてトレーニングとか意識頑張って猫背改善やってきました。ランウェイでもねあの一番直近でやったのも自分で見てもちょっと猫背改善されたなって思ったし、今日このおかげでもあるなって思います。最近思ったんやけど、1年前と最近の写真比較したんですね。猫背の時と猫背じゃない時の盛れ方が全然違う。写真って猫背で顔とかも変わるんですよ。怖くない？猫背だと暗い印象になるとかあるんですけど、全体的に顔とか首の影とかもそうやし、服の見え方とか猫背じゃないだけでもめっちゃ漏れて見えるんですよ。だから猫背じゃなくなるだけでも結構垢抜けレベルもう5個アップぐらいするぐらい、猫背って結構赤入れに影響してるんで、絶対に姿勢は垢抜けの中では欠かせないポイントの一つだと思います。でこの枕もそうなんですけど、2つ目、マジで出会ってよかった。これあのコルセットですね。こんな感じのコルセットなんですけど、これ色可愛いよね。洋服の上からあのやるようなものじゃないんですけど、これをですね洋服の下でつけるじゃないですか。で後ろにこうやって縛る紐があるので、これをキュッてするとこんな感じでウエストが引き締まるんですね。これで結ぶ、体の見え方がねもうとにかく垢抜けて見える。あとほんと油断した時に腹が出ないっていうのもおすすめやし、これ買ってよかったなって思うのと、これを絶対につけたいなって思う時が、あの撮影したい時とかインスタの写真撮りたい時ですね。本当に姿勢が綺麗ってだけで漏れるので、コルセットって肩部分とか何も触ってないんですけど、お腹部分がこうやって直立してあげることによって肩もちゃんと定位置になるんですよ。こうやって猫背になりづらいんですね。だから常にねもう全然普通にやってる状態でこの姿勢なんですよ。だからコルセットってやるだけでお腹周りとかもすっきり見せる効果もあるし、洋服も綺麗に見せる効果もあるし、姿勢もねあの自然に正されるので、やっぱさどんなに意識してもあの気抜けてしまうと猫背になるので、姿勢をね綺麗に見せるためにもあの見せたい時、大事な時、写真盛りたい時とかは絶対にコルセットするようにしてます。やっぱね長時間この間旅行の時につけてたんですけど、もう写真撮り終わったらやっぱしんどくなったので外しました。だから写真撮る時だけでもコルセットつけてると結構変わると思う。でこのコルセットがねまあきついんですよ。あのコルセットの中では全然きつくない方なんですけど、やっぱずっとつけてると慣れはする
するんですけど、しんどくもなったりするので、こういうね猫背矯正ベルトっていうのがおすすめかな。私はもうこれどこで買ったかわからんけど、確かアマゾンかな。こんな感じでこういうね猫背矯正系のベルトっていうのが結構あのアマゾンとか調べるといっぱいあるので、コルセットじゃなくてこういう矯正ベルトとかでもいいです。ロートとかにもねいろいろ売ってるので、ちょっとこれはねだいぶ簡易的なので、黒とか色とかもいっぱいあるので、姿勢矯正ベルト系は1個持っておくと写真盛りにもつながるし、姿勢がこうなってるだけでもなんか雰囲気ちゃんとして見えるし、垢抜けて見えるアイテムの一つです。続いてはこちらです。パナソニックから出ているバイタリフトカッサでございます。知ってる方もね多いんじゃないかなと思うんですけど、これ美顔器なんですよ。いいよ。ここ電源を押すんですけど、温めるモードがあったり、一番使うのがこの EMS ですね。ここ押すと段階があるのでビリビリくるのでね、自分のいける範囲で調整して使っていきます。めっちゃあるよね。私はいつも3、4段階とかで使うんですけど、夜のスキンケア時とね朝メイク前に使うんですけど、ここから EMS が出るので、普通にねカッサみたいな感じでここにねすっすごいフィットするんですね。で顔の側面にフィットさせて、こうやって引き上げたいところを上げると EMS でねちゃんと表情筋っていうのをピクピクさせて動かして引き締めることができるので、ここのねカーブに沿えばどこでも使えます。ここの顎下、二重顎部分とかも刺激できるし、で顔だけじゃなくここの二の腕とか太ももとか、このカーブに沿ってればどこでも使えるので、ボディにも使えるんですよ。私結構さ美顔器いっぱい持ってると思うんですけど、なんだかんだめんどくさくなってやらないって時が結構あるんですが、このカッサはねもうとにかくコンパクトやし、もう機能がね温かくなるか EMS の2択なので、ズボラでも使いやすいし、鏡見ずにこうやって適当に上げることもできるのでおすすめですし、ここの EMS が出るモードと別にここ上にもねこんな感じで細かい凹凸のあるカッサっていうのもついているので、これでねなんかこの辺とかの顔周りのツボとかもほぐしてあげることができるので、これ EMS とか出ないんですけど、シンプルにカッサっていう使い方ができるので、この老廃物を流す時とか結構ここがねだいぶしっかりボコッとね刺激を与えることができるので、ここ使ってほぐしたり、電源つけなくてもね使えるアイテムなので、まあ、職場とかにね持ってって疲れた時はほぐすっていうのをしてもだいぶ息抜きになるんじゃないかなと思います。私が今まで使ってきた美顔器の中で一番使いやすくて続けやすいアイテムかなと思います。やっぱたるみとかにもすごい効くので、美顔器デビューとかでも使いやすいんじゃないかなと思います。おすすめ。続いてなんですけど、私の垢抜けに絶対欠かせないお三方がこちら、パナソニックのシェーバーシリーズでございます。垢抜ける方法の中に絶対的リストってあるじゃないですか。眉毛のトーンを上げるとか、似合う前髪を作るだとか、でその中に無駄毛処理っていうのが入ってくるんですね。で今あの医療脱毛通ってるんですけど、医療脱毛行く前とかは自分での処理しないといけないので、部分ごとに全部シェーバー変えて使ってるんですけど、髪剃り使ってる方いますか？私高校生の時までは普通に無駄毛処理はいつもカミソリ、 T 字のものとか使ってたんですけど、無駄毛処理は絶対にシェーバーがおすすめです。絶対に。私カミソリを使いすぎて肌傷つけて湿疹が止まらない時期があって、まあカミソリ負けとかもあるんですけど、本当にあのカミソリっていうのは肌をね傷つけやすい刃物なので、それに比べて電気シェーバーっていうのは本当に毛だけをしっかりと除去取り除いてくれるので肌にもすごくいいんですよ。で無駄毛処理するときにまず顔はねもうパナソニックのなんか薄ピンクとかいろんな色あるんですけど、このタイプのシェーバーがすごいおすすめで、シェーバーであの顔の産毛剃るようになって顔の色がね本当にワントーン明るくなるので、学生さんとか多分顔の産毛剃ったところで先生に多分バレないと思うので、ぜひ気になった方はこの電気シェーバーであの顔の産毛処理してあげてください。でこっちのね一回り大きいのがあのボディ用のシェーバーですが、これ私一番使うことが多いかな。音はねこれぐらいです。ちょっと毛が生えてますね。肌傷つけずちゃんとしっかり剃ることができるので、こっちのシェーバーでもねもちろんあの体の毛も剃れるんですけど、こっちのね太い方がやっぱやりやすいし握りやすいし、全身使うのはこれがおすすめです。でもう一つがこういうなんか T 字タイプの電気シェーバーなんですけど、これが VIO 専用のシェーバーでして、 VIO の処理って結構難しいんですよ。すごい敏感な部分でもあるし傷つけてしまってもいけないので、私はこのパナソニックの VIO
専用のシェーバーを使ってるんですが、これを使い始めてめっちゃ快適やし、ほんと綺麗に剃れるし痛くないから、ぜひ VIO 脱毛やってるなって方とか、ちょっと不安だけど形整えてみたいなって方とか、すごいおすすめです。とにかく本当に全身もお顔もそうなんですけど、ムダ毛処理するときはカミソリではなく絶対に電気シェーバーがおすすめです。これは本当に絶対。そしてラスト2個なんですけど、ラスト2個がスキンケアです。垢抜けのためにスキンケアを絞りに絞って、2つになりました。何だと思います？まず1つ目がこちら、本気でもう出会ってよかったカネボウのクリームインデーでございます。最後の最後でね、ちょっとかなり高いものをぶち込んでしまったんですけど、もうこれは本当に出会ってよかった。中こんな感じで、なくなりかけてるんですけど、これ朝用クリームなんですが、 SPF が20で PA3 プラス入っているので、紫外線対策もできるクリームですね。でも日焼け止めというとそれは嘘だろうって思うぐらいの保湿力の高さと、このスキンケア感覚、スキンケア感覚というかスキンケアなんですけど、本当に締めの蓋の保湿クリームなんですけど、これ下地代わりにもなるので、これ使った後、基本的に日常の朝のメイクといえば、いろいろね、私いろんなの使ってるんですけど、結局戻るのがカネボウ。このカネボウのクリーム塗った後にカネボウのファンデ塗るんです。もうコンシーラーとかいらん。このセット使うとね、他にいけないってぐらい結局戻ってくるんで、毎日私はこれ朝使ってます。仕上がりこんな感じで、なんかトーンアップするような色付きってわけではないんですけど、確実に透明感は出ます。 UV 対策もできるので、何もない日とかはこれを使ってコンビニとかスーパー行ったりするんですけど、家にいても窓から紫外線ってめちゃくちゃ入ってくるので、いつの間にか焼けてるんですよ。引きこもっても焼けるって嫌だよね。家にいる時も日焼け止め塗るってめっちゃなんかさ、めんどくさいし、なんか肌荒れそうってイメージがあるんですけど、このカネボウのクリームはあくまで保湿クリームなんで、日焼け止め塗ってるって感覚もないし、朝のスキンケアの延長線上でついでに紫外線対策もできるって言われると、そりゃ使うよね。だしこれ下地効果にもなるので、下地いらずなんで本当に時短になるし、とにかく崩れにくいの。午後になってもメイクしたてみたいな肌が続くので本当に最強なんですよ。あんまりデパコスのスキンケアってリピートしないんですけど、唯一リピートというか永遠に使い続けたいなと思ったのがこちらです。ちょっと高いけど本当に背伸びして買ってよかったなって思いました。そして続いてがラストなんですけど、続いてもカネボウです。それでこちらなんですけど、カネボウのドロッピングオイルでございます。こちらのオイルはですね、ここにも使えるようなオイルでして、顔だけじゃなく指先とか体ヘアにも使える、マルチで使えるオイルなんですけど、なんかマルチで使えるオイルって言われるとさ、顔にどうなんて思うかもしれないんですけど、顔メインです。私今までスキンケアにオイルをつけるっていう必要性をあまり感じてこなかったんですけど、カネボウの美容部員さんにクリームに混ぜてくださいって言われて、試供品をもらってね、その日からこんな感じでクリーム塗るじゃん、このクリームに1滴だけオイルを混ぜます、でそれで使ってみてくださいって言われて、その日からやり始めたんですけど、水分量がね上がった。カネボウのねクリームに混ぜてくださいって言われたんですけど、普通に全然違うクリームとも混ぜて私使ってて、この組み合わせやばいと思って。どうなるかっていうと、自分で好きなクリームの濃度に粘り度というかこっくり度に調整ができるので、最近ねスキンケアをオイル使って調合して肌に塗ってるんですね。だからちょっと今日乾燥ひどいなって時とかはオイルを混ぜて塗ったりで、部分ごとにちょっと乾燥気になるなってところとかはオイル部分塗りしたりで、髪とかもさオイル使いたいなって時あるじゃないですか。で私あんまオイル使わないので、なんかこれ一つあれば顔にも使えるし髪にも使えるしっていう、オイル普段使わない人が持っておくとなんかちょうどいいかなっていうアイテムで今回紹介しました。サイズ感もすごいコンパクトだし、スキンケアに使うとしても一滴で十分なので、高いけど長持ちすると思います。っていうか美容部員さんに1年ぐらい持ちますって言われた。本当に顔にオイルは今まであまりつけてこなかったんですが、オイルのね重要さを実感しました。乾燥肌なんで夏とかも全然オイル混ぜて塗っていこうと思います。ということで以上。というわけで最新の垢抜けおすすめグッズ26選紹介してきたんですけれども、いかがでしたか？4月から新しい生活始まったって方も多いと思いますし、多分憂鬱になることもすごい多いと思うので、新生活応援キャンペーンとして今回プレキャンを開催いたします。今回 ABCD と賞が4つありまして、1つ目がさっき紹介したヘアアイロンの絹状、こちらが5名様。そして2つ目が B 賞のホリスティックキュアのドライヤー、さっき紹介したのと違った最新バージョンを今回プレゼント5名様にしようかなと思います。
ます。そして3つ目の新商が先ほども紹介しましたパナソニックのカッサの美顔器、こちらも抽選6名様に当たります。そして最後の D 賞が鹿の間おすすめコスメセットでございます。こちらはですね、今回私が紹介した垢抜けコスメを厳選して詰め込んだコスメセットになるんですが、こちらが10名様にプレゼントとなっております。全部でね、26歳になったので26名様に抽選で当たるようにしていますので、ぜひ何か欲しいなって思うアイテムがありましたら概要欄の方に URL 記載しておりますので応募してみてください。何かしら新生活の支えになったらいいなと思います。それでは今日はこれにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。